できた！やったー！いい感じにこう、全部終わったと。はい。ここの壁を次。いい、そうだよね、あった！クーラーのところやらなあかん。そう、めんどいよね。あ、じゃあ次はそこの壁張ろうか。ここの壁をつけるときにね、ちょっとここら辺の配線邪魔やったんでブチューブラルにさしてるんで、それをもう一回再度このステップル、はい、ステップルステップルでつけていきたいと思います。はい、トンカチでどんどん叩いてね、こうやって一緒に固定していけたらいいかなと思ってます。はい、これどう？いい？ここでいい？今やったら外れるで。ノールキというかノール、あ、いいね、いいね、全然違ったことないけど。一人で生きるわ、俺。ねえ。じゃあ、俺、あっちで、キー切ってくるわ。キー切るわ、うん、キー切るよって。なんか、適当にボケてくれたら、そこ使うかもしれんね。ひどいな、ひどし、ちょっと。あ、めっちゃいい感じやん。ねえ、割とね、ここ打ち込んだらよかったね、だいぶ。ねえ、なんかそう。さすがっすね。さすがっすね。いや、この丸ノコで切っていきたいと思います。あんだって、あんだって、え、なんかおばあちゃん来た、なんだって、おばあちゃん来た、カナヒトシや、なに、おばあちゃん、なんやカナ汚いや、ばあば出て行ってくれん、うさいけん、あんたおばあちゃんばばいな。はい、というわけで前にね、みんなこうやって塗ってくれた木材を壁に貼れる大きさに適当にランダムに切っていきたいと思います。あんだって、あ、おばあちゃん、おばあちゃん、こんな感じで結構ね、本当にランダムに適当に切ってるので、あとはもう高田にあってるよね、いい感じにこうね、組み合わせてはめてもらっていきたいと思います。で、これひとしさんがね、切ってくれて、切ってきてくれた、あの、ちょっと出来損ないの木の破片を、出来損ないの、うん、あの、はめ込んでいこうかなと思います。うん、あ、ひくった、ひとしさん、注文できるし、おもろいけど、すね。すね。それまた一挙じゃん。あ、一挙か。そんなすねるかい？あれでちょっと。だから斜めた気がするね。なんかちょっとね、難しいがよ、まっすぐって。あ、ほんまやね。あ、結構。あ、わかった。はいはいはいって、はいはいはいなんか悲しいやつ。はいはいって。おい、どうぞ、おい、今何やったよ、何気がないっちゅうな、ほんまに、言われるまで気づかんかったし、俺も今、気づいた、結構あれやね、あからさまにここ隙間開けるよね、はいはい、いや、言いたい、そう、言いましかったじゃん、いや、ちょっとだけ気がつけ、ちょっと言おうか言おうか迷ったんやけど、ちょっといいもの作っていこうよ、そうやね、とりあえずもうちょっとプレーン切ります。いいね、やば、めっちゃいい感じやん、やばみやん、いや、バミ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 が深みで、待って、やばいやつおらなかった今。どうした、なんかね、イヤホン越しに聞こえてきた。来ましたよ。ベビーベビーベイビーベイビーベイビー。惜しい惜しい惜しい。惜しいよね。いい感じに修正してきた。おー、すごい、結構ね、いい感じよ。おしゃれっぽん。この狭いところがね、すっげーむずいんですよ。この、これ見てもらったらわかるんですけど。下がこれ。5.5 センチくらいだいたい今、ただここまで登るともうすでに5センチ、もう2ミリほど変わってるんですよね。で、結構ここだけでもちょっと斜めに切らないといけない。そんな技術を素人ができますか？僕はできます。おー、すげー、ぴったりできました、ほら、お、すごい、マジですごい、え、これあとで、これ完璧じゃないか、でもえ、ちょっとやめて、それイノベーションってことは、あの、私たちの住んでいる家を作り直す、また再利用するってことになりますよね。やっぱり住む家っていうのは人間そのものをこう成り立たせる、なんですかね、一つのものかなっていうふうに思っちゃうんですよ。もう見てほしいです、これが僕たちです。こんないろいろバラバラな色が集まってでもなお
一つで固まってみると一つのグループとして魅力的になっちゃうっていう、もうその壁そのものですね、チャガマランは。リノベーションにかける情熱は誰よりも熱い。あー来た、あれー今日の作業はここまで。そうですね、はい、また明日頑張りましょう。はい、お疲れ様です。おい、顔映ってないじゃん。と思うよ、お前の間抜けな顔がちょっと映っとる気配始めろ。寝てないです、徹夜で。これはシラフです。シラフ両方ともシラフやるってね。いやぁ手袋、犯罪から言ったら小袋。皆さんは好きな人とかいますか？僕はいますよ。僕にとって視聴者皆さんが好きな人です。キモいんだよ、やめろ YouTube。 白黒白黒っていう感じで配置しております。なんかコントラストがあった方が映えるかなと思って、まあ人間は白黒ない方がいいし、僕みたいな人間は裏もないんですけどね。あ、やばい、やっちゃったわ。ひとし、何が？こう下は平行にしてくれたじゃん。うん、上も平行にしたかったんよ。うん、これ紐ここあるけんさ、あこうなるわ。悲しいね。ちょっと今まだ全然、あ、いけるいける。ちょっといいね、装飾もしとこ。そこのちっちゃいミリ単位の部分を埋めればいいやけんさ。え、やばない、ひとしがこの埋めるものを作れるんだった。そこは多分作れると思う。嘘、これだって一回ここ縦切っとるけんね。うん、縦横で二回切らないから。いけるいける。はい、ここできたよ。どう？マシ？マシ！よし！イエス！いいじゃん。ねえ、綺麗じゃん。ハマるようにちょっと切って。これな。え、全部ボンドつけてる？それつけてない。本気は、本気は。それつけてない。すごい。あとここね、コンセントね。ああ、そう。ここね、ちょっとこう、こうになるよね。こうになるよね。有線ぶち込むところの気がするんですよ。ね、なんかこうやって一応開けとこうってことですね。って感じです。まあ、綺麗に見えるしね、こうやってあれだと。そう、これだけでも全然綺麗に見えるわ。ね、壁張り作業、一旦完了。いや、いや。じゃあ、壁完成と言いたいとこやけどね。おい！横の壁見てもらったらわかるように。色塗ってないんですよ。これ塗って壁完成でいいんじゃない？はい、というわけでペンキを買ってきました。前のね、ここの色と同じ種類3種類のペンキを買ってきたので、それをね、こっち側にもランダムに適当に塗っていきたいと思います。よいしょよいしょ。こう塗っていくね、俺で。いいんじゃない。違和感ないわ、こうやって見ても、ね、うん、ないっすよ。じゃあ下の床の方も養生しておきまして、そんなに垂れやすい素材でもないんで、うん、あ、念のためね。念のためいいんじゃない。完成じゃない、これで。うん、前々ぐらいの動画で僕ら、あの切る前の一本板をローラーで塗りたくってた時の板は、あの本当に色が濃く入ってますね。先に貼って後から色塗り入れた方はちょっと印象的には色が薄い気がするね、うん、なんかで、あとやっぱヤスリで、あの表面ザラザラの表面、あのちょっとヤスっておいた方が筆で塗るにしても入りやすかったですね。あれも完成ってことでいいんじゃない。どうしたら食べね。お疲れ様でした。よっ、イエーイ。おお、まあ満足いくもんできたんじゃない。もうそうだね。うん、
うえー、最後までご視聴ありがとうございました。いやー、おしゃれ空間が出来上がりました。変わりましたよね。ねえ、チャガハウス、もうこれからもどんどん変えていきますので、ぜひね、他のリノベーション動画ももうこれからもチェックしてみてください。よろしくお願いします。他にね、こういうのリノベーション待ってるよとかいうのあったらコメント欄で教えてください。次回の動画見てね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。リズム乗っとんね。